ってない。誰になったの？ケイン王さんかなと思って。だったらおい、じゃあ正解になった。今正解になった。じゃあ今正解になった。じゃあメビウスの輪だよ。もうずっと同じだよお前の会話。お大事に。ありがとう、頑張って。はい、はい、お大事に。はーい。オールインだ、やだやだ。オールインがいる、やだ。逃げろ逃げろ。絶対撃たれてる。ちょ、おーいおーい、おーい、足いったぞ俺銃弾。それ撃ったのあれだろう。いや絶対あんただよ、絶対あんたでしょ。今第一声喋ったんやから。誰だろうじゃないよ。いや違うの。違うよ。あ違う、ごめんなさい。じゃあ疑っちゃって。誰だと思う。誰だと思うって俺完全モンディさんだと思いましたけど普通に。まあ、俺以外だったな。この中の誰だ。俺以外だったらのその選択肢を見出さないといけない。ちなみにこれ外すと死にます。これ外すと死ぬん。じゃあ死ぬぜ。もしだって外さなくても死にそうですけど。外さなくても死にそう。当たっても死ぬんじゃ俺答える意味あるこれ。じゃあ剣王さんかな。ほうほうだそうですよ。なるほど、疑ってるぞ。ジジ疑ってない。誰になったの。ケイン王さんかなと思って。だったらおい、じゃあ正解になった。今正解になった。じゃあ今正解になった。大体もうさ病院行ったばっかりやのに死にたくないねん。もう痛いってなぁ。痛い。大正解です。大正解かい。ほんでブスターさん大丈夫さ。どこで区切ってんの。それ俺のや。金なの。 SMG 誰の。あ、俺のごめんごめんごめん。ちょっと待って、もう病院行ってくる。お待たせしました。今だから送りますよ。本当にありがとうございます。優しい、ありがとう。しない隣の部屋したのこれか。すいません。ありがとう。あれすぎてふざけんなよお前。止めないって。止め2シーターなんだから。違いました。間違えるってなんなん。だ撃つなって。入ってる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 弾。ごめんなさいね、ごめんなさいねなのか。いやいやいや、まあ、ごめんなさいね、ほんまに。まあまあまあ、もうすいません、お忙しい。どうぞ。ありがとう。はい。もう面白いから髭描いた方がね。おい、サブリミナルファック。おいズズさんですか。銃撃たれたみたいな。ズズさんです。はい、どうしました。はい、どこでその銃創を撃たれたんですか。レギオンです。レギオンですか。どなたに。いやもう全員真っ黒で分かんなかったっす。誰か全員真っ黒で分かんなかった。夜だし。はい、クイズ出されたんです。誰が撃ったでしょうかっていう。ああなるほど。で外れたんで分かんないです誰か。どんなあたりか一緒にちょっと見に来てもらっていいですか。ちょっともう行きたくない。拾いたくて。ちょっともう行きたくないな。ちょっともう行きたくないな。いやいやもうあの警官が3人いるの。今日もう行きたく、はい、守ります。今日もう行きたくないな。もう行きたくないな。もうマジで大丈夫っすけどね別に。僕やっぱ銃ってなってくるとねやっぱ刑事事件なので。いやもういいですけどそんな。なんかねご協力いただいて。かわいそうだね本当に。危ないですからねやっぱ。かわいそうだねって何やねん。なんで撃たれたの。え、なんで撃たれたか。マジで理由はないですよ、撃たれたことに対して。誰かに嫌われてる。恨まれてるんですか。恨まれてる。いや、恨まれる覚えもそんなないっすけどね。最近おとなしいし、僕そうない。本庁内で共有しておきますね。え、これなんかどっかから通報が入ったんですか。本庁内で共有するって何ですか。え、こんなこと撃たれたっていうね。いっぱいこんなあるけど、こんなことされた
初めて、なんや急に、え危ないですからね。一応武装していきましょう。あ、そうなんだ。いや、そんな現地、いや、押せよ。この町来て2、3年目でこんなガッチリねえ。任せてください、警護するんで。任せてください。どの鍵から何が出てくるかわかんない。いや、そんな武装、大丈夫、そんな武装、大丈夫ですって。いや、レギオンのあそこのなんか青い ローソンみたいなとこあるじゃないですか。あそこの横でたむろってる人たちですよ。なるほど。そう、誰かからか通報が入ったんですか、これ。ルンルンたちね、実はね、ズズさんが危ない目に遭ってそうだなって思ったわけ。直感？うん、直感できた。そうだよ。もっと別のことを生かしな、直感やったら。俺じゃないよ、多分。あ、ほんと。うわ、まあそこで。でも大丈夫、こうしてズーさんが今ね、元気に生きてられるから。いやいや、大丈夫ですけどね。あの方々ですか？ダウンされました？まあ、ダウンはしましたけど。なるほど、事件性ありっすね。いや、事件性ないっす。大丈夫ですって、別に弾なんて撃たれるんで、別に僕、結構。あ、ここか。そう、ここで撃たれただけですよ、僕。なるほど。はい。あ、ここに血痕が。あ、そう、ズーさんのかな。僕の血痕ですけど、それ。あ、ここにいっぱい落ちてるね。そうです、まあ、うん、はい。まあ、ここで撃たれましたけど、僕。なるほど。そうですか、そうですか。見た目同じ方とかいます？見た目同じ方、いや、まあ、うん。いや、でもさっきいた人たちはいないかな。でも、いなくなったかな。ない、そう。ズーさんのことを恨んでる人はいるかな、こんな感じ。いや、あいつは芸人ギャングである前に。いや、また大変な人を見かけしたらまた電話ください。じゃあ通報ください。あ、はい、いや、通報くださいよ。大丈夫ですけどね、別に。そんな僕撃たれても僕は大丈夫ですもん。弾撃たれても大丈夫ですよ、もう。いや、大丈夫じゃないよ。でもやっぱ一般市民の方が撃たれるのはまずいんで。いや、だ2年前からそうしてくれ。じゃあ対応、俺に対して。2年前からいないんで、僕ら。いや2年前からいないけど、しばらく新人だもんで。いや、新人なので言ったけど、あんたも見たことあるでしょ、俺が警察からもなんか雑な扱いされてるとか。まあ、それはあなたが悪かった時じゃないですか。嘘でしょ、その時雑な扱い。大丈夫、ズーさんの味方だよ。ルルちゃん、そうなの？うん。じゃあなんか、あったら連絡します、本当に困ったら。ここに車止めていらっしゃいますか？はい、止めてします、大丈夫です、止めてますよ。あ、じゃあ警察署までお願いします。優しい人ばっか。お前ら、ルルンは大丈夫、自分で帰るから。お前ら、バイバイ、ズーさん。おー、バイバイ、別に。始めます。あー、忙しかった、もう。ズズさん。あら、すみません、あら。よかったっすね、親身になってくださる警察官が昔も今もいっぱいいて。いねえよ、昔も今も。いや、昔僕が親身にならさせていただいたじゃないですか。いいえ、親身なことない。一回もないですよ、親身なこと。警察署に行って相談乗ってくれたのとか思い出してない、うん、いいえ、あんたのなんかサイコパスさに巻き込まれた。いいえ、あんたのサイコパスさの趣味に俺は巻き込まれたことだけですけど、なんかズズさん、その後もやし、なんか親身はないですよ、一個も。親身はほぼいっぱい思い出あるのに、その思い出は親身ではないよって話。でも、うん、この前のイベントで、うん、イベントの立ち方をズズが講演してた時に僕1億振り込んだ。それは恥ずかしいよ、お前。それは恥ずかしいよ。あまりの素晴らしさすぎて。それは恥ずかしい。ズズさん、あれ素晴らしかったっす。心持ち的に。それはやめてください、それは。マジ救われたっすよ、ズズさん。それはズズさん、救われたっす。あと、マレニクエの話とかね。それは。あ、違う、ココナナカレーか。それはね。いや、マジで、親身っていうか、マジで、いろいろ学ばさせてもらってる立場じゃないっす、自分が。刺さったんだ、あのイベント。それだけでいい。さあ、ここの店長のイベントで2億振り込んだけど、あ、まあ確かに3億ぐらい自分上げてるっすよ。いや、そうよね。親身ではないやん。親身だろ、どうかな。親身ではないじゃん。親身の定義教えろよ。親身っていうのはなんかこう、いやいや大変だよねとかさ、いや、こうしたらもっとうまくいくと思うよみたいな、こう。ボランティアじゃん、それ。ボランティアじゃんね。何？金銭が発生したら親身だ。親身だよ、それは。親身じゃねえよ。本当、親身。親身じゃないだろ。じゃあ、ボランティア。ボランティアじゃない。親身は。違う、遊んでるだけやん、別に。親身に相談とか。僕、ロボットだから心がなくて分かんない。お前、ロボットな。お前、ロボットやったん、ほんで。そうそう。ここに来ての新事実なんやけど。ロボットな。
お前また言いふらすんか、白夏。言いふらしてねえだろ、全然。言いふらしてないから。またってなんだよ、またって。いや、警察辞めた時も。でも、あん時もまあ、親身に対応したじゃん。親身じゃないや。言ったら殺すぞ。親身の、親身のさ、定義何？じゃあ、親身っていうのはいろいろ大変だと思うけど、俺もこういうふうにいろいろアドバイスを送るから頑張ってねっていう、心のそば。おせっかいじゃん。おせっかいじゃね。心の違う。お前さ、アドバイスもらっても聞かないだろ、お前。聞くし。嘘つけ。めっちゃ聞いてるし、俺。嘘つけ。俺めっちゃアドバイス聞いてるよ。え、アドバイス聞いて、あ、そうだな、変えないといけないなってことないだろお前。あるゲロゲ。ないだろ。めちゃくちゃ聞いてるアドバイス。ないだろベロベーだろそれ。ないだろベロベーって。妖怪大事典何？お前が妖怪じゃん。俺妖怪じゃねえよ。まあ化け物とは言われるけどよく。メンタル化け物じゃん。でも妖怪ではないだろ。メンタルが弱いから妖怪になってんだ。マジですげえ。マジで尊敬できるとこある。ないない、どこ？滑っても大声を出す、うん、まず滑ったらあかんねん俺。え、でもイベントで言ってたよ、講習で。いやまあそうよ、だから、うん、困った時は大声の方がいいんだよっていう、考えちゃうから考える力をなくさないと。でもさ、うん、え、そうじゃ、親身になってさ、いやでもそうじゃなくてね、うん、滑ったらちゃんとみんなの前で滑ってごめんなさいって謝るんだよってアドバイス、お前聞かんやろ。聞くわけ、何がおもろいねん、滑って謝ってごめんなさい、滑ってほんまにごめんなさいって。僕、親身になって言ってあげたのに。親身じゃないや、今のは。親身じゃん、アドバイスなんだろ。俺が困って、じゃ俺がもう行く先、道がない、通行止めですっていう時に、うん、一緒にその通行止めの看板をどけてくれることを親身って言うんや。今のは、じゃあ僕めちゃくちゃ親身じゃん。今のは、すごい俺、大通り通ってんのに、岩の、岩を置いて岩をのけただけの迷惑人やん、今。だって、悪魔のやり方は。じゃあ、別路線で言うと僕、親身じゃない。違う。ズズが困ってあげたところを拾うみたいな。困ってないもん、今、別に。困ってるとしたら、お前への返しだよ、今、普通に。でも、すごい返せるの、やっぱ、ズズさん。何、すごい返せるの？さすがズズさんっすよ。なこんな適当に話してもだって返してくれんだもん。適当に話すなよ、人と。適当にっていうか、反射神経で話してる、もう考えてるけど反射神経で、みたいな、うん。やっぱ漫才は違うな、ずさん。漫才じゃねえよ、これ。漫才芸人は。漫才芸人ってあんま言わないから。え、じゃあギャングはすごいな、やっぱ。ギャングじゃ ないから、別に。ないの？いや、わかんない。もうなんかギャングなの？俺は。犯罪してるじゃん。じゃあもうわかんない。もう犯罪もしてんのか、俺は、果たして。え、白市民パスある？二度と取れないって言われた、警察に。お前は二度と取れない。信用の問題だから取れないって言われた。取れないって言われた？うん、一ヶ月犯罪しなかったとしても、お前にはあげれないって言われた。うん。ずず。そう。大丈夫？白市民パス取れなくて。困ったね。一緒に警察署行く？なんか、めんどくさくなりそうだから大丈夫。親身じゃん。親身じゃない。親身に聞いてやったのにめんどくさいってマジか。落とせる？じゃあ俺が白市民パスもらえるように誘導できる？じゃあ白夏目、私が教えてもらう側だよ。いける気する？え、まず、市長に目回しとか。ぜひ汚ねえな、まずやり口が。毎回なんか汚ねえんだよ、やり口が。じゃあさ、どうやって成功法で落ちた信用を取り戻すの？無理だよ。だ、無理だからもう諦めてよ。白市民パスはもう無理だもん。だから汚い手を使うしかないんだよ。汚い手でゲットした白市民パスは白なのか？白だろ。パスはパスなんや。ね、チケットみたいなもんじゃない？白になるために。金みたいなもんだよ。あ、どんな手使ってでもチケット手に入れたらそれチケットだよって話、ね。ズズニーランドさ、入れないじゃん。ズズニーランドとか言うのよ。なんか、ややこしい。なんか、違う方向でチケットみたいな感覚になっちゃうから怖い。危ねえな。なんか例えの場所が怖いから。まあ白市民パス、まあそうやけど。おはよう。おはよう。ごきげんよう。ごきげんよう。初手ごきげんようじゃないんや。間違えた。おはようとごきげんようの定義を教えてください。まあ定義ばっかりこいつ。おはようは。こいつ定義ばっかり。一番初めに起きてきた時にする挨拶で、ほう、ごきげんようは会った人誰にでもしていい挨拶。ほらずず、こうやって説明すんだよ、定義は。定義、お前の親身はなんかちげえわ。親身になって答えるっていうのはなんか困ってる人にして、ね、心の底から寄り添って助けてあげるようやん。
寄り添えてないってこと、僕ごめんね。なあ、そういうことじゃないけど。ごめんね、ずつ寄り添えてなかったな。違う、親身だ。もっと寄り添わないといけない。じゃ親身、もういってらっしゃい。ナイス。立ちたるポイントも変やし。やばい、じゃあこれからもじゃあ親身に寄り添ってください。じゃあ僕と。はあ？え？ハードディスク。キモくない？この町でさ、というなんかガチ相談会みたいなし。キモくないんです。それを親身って言うんだよ。だから。だからそれずつ求めてないじゃん。だから親身になってないだろっつってんじゃん。だから。違う求めてないやつに親身になれないだろ、どう考えても。だったら親身になって答えてねえじゃん。初めに戻るぜ。だから白夏目は俺に一回も親身に答えてないから。でも白夏目は。違うこっちは手をさ差し伸べてんのにさ、なんか。なんでお前に手を差し伸べるところがあった俺。あったわ。ないわ。あるわ。ないよ。親身一個も。どこ？何？どれ？いろ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 いっぱい。すげえ薄。何やいろ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 いっぱいって。俺がめっちゃ困って、なんかどうしようって言ったことはこの町ではないでしょだって。だからお前この町ではないな確かに。この街ではほらほらこの街ではないのこの街ではないな。この街以外はあるよ。確かにあるよ。この夏目さん悪いわ。この街ではない。この街の中でさ困るようなことないじゃん。お互いだって。だから親身になることないって。だから親身になろうとしてもなれないんだよこっちは。だったらだから最初に戻るぜ。白夏目がいつも親身になって寄り添ってるじゃんっていう言葉は間違えてるじゃん。そっから話が始まってるから。じゃあそれ間違えてる。これね誤解がある。誤解。警察に親身になって寄り添ってほしいみたいなさこと言ってたから親身になって寄り添ってあげたいよねっていう前置きの話から始まってるこれ。で僕は親身になって寄り添ってあげてるじゃんって言ったやん警察の時から。でも親身になって寄り添ってるつもりだったもん僕。だから今もうじゃあメビウスの輪だよ。もうずっと同じだよお前の会話。また戻ってんだよ話が。ぐるぐるしてんだよ。何ターンやんだよここ今。3巡目です。もうこれさ解決するにはどうしたらいいのこの話。なんだ親身になってないのよ。だそう終わりだ。じゃないわ。おい、終わり。マジかよこいつ会話。なんだお前。ないじゃん親身になってない。ないんだよ親身になったこと、うん、ないない。僕必要としてないからね、うん、それを。だから今警察が親身になって俺の意見を聞いてくれたことがびっくりしたっていう話を俺がしたんじゃ、うん、あれは親身だったの。あれ遊ばれてるぞお前。あれ親身じゃないの。どう見てもでも遊ばれてるだけだろ。でも誰に銃撃たれたのってここまでついてきてくれたんよ。そんぐらい僕もしたよ昔。してねえよ一回も。したまあまあまあ怒りを収めてじゃあ行ってくるわだよいつも。んなんでちょっと船とかも心当たりあるなあれ。あれ心当たりあるかも。いやまあまあまあ怒りを収めないとお前はどうなるかわからないじゃん。なんだそのテンション。こぼれちゃうかもしれないじゃん。その声何なんお前その声何なんそれ。雰囲気で押し通すとき。そうしてるか。そうしてるか。雰囲気で大体この街人間あれだしさ聞いてくれんだよね。どうにかなんだよ。そんな学ぶなこの街で。雰囲気学びすな。言葉で戦えお前みたいなやつは。社会勉強だよお前みたいなやつは。言葉で戦ってけお前は。嫌だよ僕バトルするの怖いもん。みんな街の人たち得口不強いんから怖い。口プ得意だろ普通に。全然得意じゃないけどね。元の喋り方忘れたな。全然得意じゃないよ。もう帰りますもう。はいお疲れ様です。お疲れ様。タイヤリです。はい。タイヤリです。疲れた。お前だよ。